江口慎一郎は、福岡県宮山市出身の元アメリカンフットボール、選手である。1984年3月11日生まれ、西南学院大学を卒業後、2007年に、兵庫県甘が崎市に、本拠地を置く、朝日飲料チャレンジャーズに入団。2008年から OL として、選手登録。背番号は56番。2012年2月には、 た合チーム所属選手らと共にハワイで開催された NFL リージョナルコンバインに挑戦している。しかし、出場機会に恵まれず2012年シーズンを最後に退団。2013年に千葉県八千代市に本拠地を置く IBM ビッグブルーへ移籍。IBM ではすぐにスターティングメンバーに定着。米国 UCLA 出身の QB ケビン・クラフトや 日本代表 WR、小川同様らと共にライスボール制覇を目指すが、ファーストステージ第2戦の相模原ライズ戦は21対24で敗退。第3戦の王者、オービックシーガルズ戦では、ハイスコアゲームの大接戦となったが41対42で敗退。結果、X リーグセントラル地区のファーストステージで3勝2敗となり、地区3位相当で、スーパー級に進出。 スーパー Q の初戦でパナソニックインパルスに敗れて計3敗となり残すカシマ・ディアーズ戦を待たずしてシーズン終了が確定最終戦となったカシマ・ディアーズ戦では 7td に FG を挙げる猛攻を見せ56対35で勝利2013年は4勝3敗でシーズン終了2013年12月にアメリカサウスカロライナ州で開催された CDFL ユーロアメリカンチャレンジボールにヨーロッパ選抜の一員として合流。ヨーロッパ選抜には2014年に NFL のセントルイスラムズやクリーブランドブラウンズと契約するアバシセレムや2015年にカロライナパンサーズのミニキャンプに招待されたカイル・ナンラがいた。アメリカ選抜を相手にセンターで先発出場し、 ヨーロッパ選抜が19に7点先制するなど、前線下が724で敗退。帰国後に現役引退している。ありがとうございます。